古代から脈々と続く時の流れとそこに生きた人々。歴史遺産の宝庫高槻を、あなたも一緒に歩いてみませんか。高槻歴史の散歩道では、高槻の史跡や遺跡、名勝などを巡りながら自然を楽しみ、郷土の歴史にも親しめる散策コースを紹介しています。市長、はい、今回は柏田の豊かな自然を楽しみながら地域の寺社を訪れる緑の里コースを歩いてみませんか。はい、柏田地域は歴史と、ね、文化が自然と溶け合った地域でね、もう心安らぐ場所ですよね。はい、京都府南桑田郡だった柏田地区は昭和33年に高槻市と合併し、今年で60周年を迎えます。民家の造りや景観などにも丹波地方の影響が多く残っています。見渡す限り田園ですね。そうですね、ここは柏田地区の中の中畑という集落です。昔ながらの山里がどこか懐かしさを感じさせてくれます。最初に向かったのは豊受姫の御事を祭神とする中畑地区の神社、大神宮社です。参道が歴史を感じさせてくれますね。そうですね、本殿も元禄時代ということですのでね、320年前に建てられたということになりますね。320年前ですか。はい、社殿によれば元禄11年1698年に本殿などを造営、宝暦4年1754年に修築されました。記念祭、秋祭り、新嘗祭など伝統の神事が今も守り伝えられています。大きな住宅ですが格式のある門構えですね。そうですね、あの江戸時代に庄屋を務めた小畑家の屋敷ですね。庄屋さんですか。はい、今日はね、あの特別に許可をいただいておりますので中を見せてもらいましょう。そうなんですか、はい、楽しみです。江戸時代に庄屋を務めた小畑家の屋敷は江戸末期頃から築造され現在まで保存されています。母屋のほか、格式の高い長屋門、米蔵など8棟の建物が国の登録有形文化財に登録されています。この小畑家に残っている古文書の中に、この先ほど の大神宮社 の宮寺である寺小屋があったそうなんですけど、そこの寺小屋の先生が庄屋さんにお手紙を書いたそうなんですよ。どんな手紙だったんですか。ね、寺小屋の子供たちに保津川のいかだを見せたいっていう、そういう手紙だったそうです。そうなんですね。それは庄屋さんにいかだ見物の案内をしてほしいということですよね。そうですね。ただ保津川までは少し距離がありますよね。そうなんですよ、山の中を、ね、抜けて 5、6 キロの道のりだったそうですけどね、まあ、でも子どもたちも楽しみにして行ったんじゃないですかね。
優しい先生だったんです ね, ねあの映画二十四の瞳の一場面を思い浮かべてしまいます。そうですね。柏田地区には日本古来の神と仏教が結びついた神仏習合の信仰が今も息づいています。山の中にある神社なのに名前に船がついてるなんて不思議ですね。そうなんですよ。あのいろいろ、ね、説があるんですけど、あの昔あの亀岡盆地が湖だったからとか、また海上交通の守り神であるこんぴらさんにね、あの関係があるからとかね、いろいろあの説があってちょっとよくわからないんですよね。そうなんですね。柏船神社は柏船大明神を祭神とし、かつて伝わった棟札には鎌倉時代の承応元年1222年頃、村人が社殿を造営し、その翌年に五体の神像仏像を奉納したことが記されています。本殿の周囲には稲荷神社や豊受大明神などの抹社もあります。柏田地区の田能では今も神を祀る集団である宮座が宮寺の神宮寺を管理し、柏船神社の秋の大祭や神宮寺の妖怪薬師などさまざまな祭りを行っています。ここは柏船神社の宮寺なんですね。はい、そうなんです。本尊は、大日如来堂様でして、高槻市の、有形文化財になっております。あ、そうですか。はい、あのこちらではこの今でも年中行事が地域に根付いてるんですよね。はい、先人たちより受け付けました、年中行事には、虫干しと、薬師祭がございます。虫干しは毎年ですね、7月の中旬から下旬の、梅雨明けの時期で600巻の大般若経ですね、これの虫干しとか修復を行っています。そうなんですか。はい、薬師祭は、ここの薬師如来堂のお祭りする、はい、行事でして、はい、ここ の, 神宮寺の祭主、要するに住人年寄り、五時運営してます住人年寄り、これが祭主となりまして、9月の第1日曜日に、ごまぎの炊き上げを行っております。そうなんですか。はい、昔ながらのね、はい、年中行事なんですね。はい、そうなんです。天台宗に属する神宮寺は柏船神社の宮寺として奉納された仏像を祀っており、平安時代前期の小観音菩薩立像や鎌倉時代末期の阿弥陀如来坐像などのほか、大般若経600巻を所蔵します。柏田の豊かな自然を楽しみながらの寺社巡りはいいですね。そうですね。高槻の歴史を知るいい機会になりましたよね。はい。